ーって、次はどこへ行こうかな。やっぱしね、寒いとはいえ海沿い走るのは気持ちいいですね。あーでも風が強い風が強いです。あやっぱ海はいいな、夏でも冬でも。なんかね、日本海の海って冬は鉛色っぽい色、灰色っぽい色するんですけどね、やっぱり冬でも青いですね。気持ちがいい。これがね、円月島ですね。いいね。もうちょっと先行った方がいいかな。おお、いいね。こちらが有名な白良浜ですね。ちょっとだけ見ていきたいと思います。見てください。めっちゃ綺麗。娘がね、まだ小学生ぐらいの時にはね、毎年来とったんですけどね。ほんといいとこです。白良浜でしたね。
冬の白良浜ってね、まああんまり来ることはないですよね。夏の白良浜やったらね、昔はよく来とったんですよ。特に子供が小学生の頃、毎年のようにここで海水浴をね楽しんでいました。ということでね、いよいよ次に向かっていきたいと思います。はい、まもなく三段壁。こちらの方はね、南紀白浜でも有名なスポットでしてね、ここもね久々に来ます。夜はね心霊スポットなんて言われてますけど、なかなかいいとこなんでね、ぜひ寄っていきたいと思います。お、到着でーす。はい、白浜の三段壁ですね。こちらの方さらっと見たいと思います。三段壁を出発します。結構観光客の方もいらっしゃいましたね。で、この三段壁なんですけども、実はね三段壁洞窟っていうところもありましてね、結構有名なんです。なんで有名かっていうのは僕もねあんまり歴史知らないんですが、源平合戦かな、なんかそっちの方で、なんか有名な戦いがあったというか、まあそんな感じですね。あまりね、その辺のところは勉強不足で申し訳ない。それとなんですね、今回ね野宿久々なんですよね。なんかね不安半分ワクワク半分、ちょっと微妙なんですよね。はね4時半ですね。だんだんね、日が陰ってきたというか、もうすぐ日没ですね。多分日没がね多分5時10分とかその辺ちゃうかな。まあもうちょっと南に下ってね、まだ野宿するには早すぎるんでね。でまあ野宿ですんでね、そのキャンプじゃないので、まあ正直焚き火のセットは持ってきてないんです。それこそね焚き火なんかしとったら通報されるかもわかりませんからね、おとなしくひっそり、それがね野宿の鉄則です。もうねでもここまで来たらどこでも寝れると思うんですけどね、まあどうせならこう海を見ながら寝たいっていうのがあるんですけどね、潮騒を聞きながら。
まあね、ちょっとこの先探してみたいと思います。5時を過ぎました。もうすぐ日没ですね。ガソリンの方もね、もうそろそろ入れたいんですけどね、閉まってますよね。どっかいいとこそろそろ探すか、それとももうちょっと行くか。紀伊半島って北西風が吹くんですよね。だから三重県側の方、まあ串本を回ると風裏になるんですよ。なのでね、そっちの方でまあ一泊すると、まあ多少なりとも寒い思いはしないのかなと思います。なのでね、できれば潮の岬を越えたいなと思ってるんですけどね。さあ、いいところは見つかるんでしょうか。おー、サブ消えてきたで。それじゃね。